皆さん、こんにちは。iTalk You Talk Press のヘザと申します。終わりよければすべてよしということわざは英語でどう言いますでしょうか。こういうふうに言います。 All's well that ends well。 これは非常に古いことわざです。シェイクスピアの作品のタイトルです。なので16世紀、17世紀ぐらいのことわざです。All's well that ends well。 使い方は、例えば Jack had many problems in his business at first, but now he is very successful. He has a lot of money. All's well that ends well。 そういうふうに使います。機会があればぜひ使ってみてください。では次の動画でお会いしましょう。